本丸御殿をきっかけとしてですね、名古屋城については全体を今整備を進めております。名古屋城の南側に金シャチ横丁の構想を今進めておりまして、平成28年度には一部オープンを目指して現在事業を進めております。二の丸庭園、これについても名称部分につきましても石組みですとか樹木が生い茂りまして、江戸時代の様子が今はだいぶ妨げられているということがございますので、名称二の丸庭園についても本年度から発掘調査を行いまして江戸時代の姿に復元をしていこうということを考えております。本丸御殿につきましては昭和20年の5月14日に残念ながら戦争で焼失をいたしました。しかしながら天守の方につきましては昭和34年に市民の皆様の力もあって再建がされております。で、本丸御殿の整備復元につきましては昭和の時代からですね、なんとか本丸御殿も復元できないかという声はありました。重要文化財の障壁画が1049面残っておりますので、そういったものを当時の紙のすき方、あるいは金箔の貼り方、当時の絵の具、当時の技法、そういったもので復元を平成4年度から始めております。平成17年に新世紀名古屋城博というものをその年の3月から6月まで3ヶ月間開催をいたしました。で、その際に金シャチを下ろして本丸御殿の復元も合わせてですね、 PR をさせていただきました。着工したのが平成21年の1月です。で、それまでの3年5ヶ月本丸御殿の整備に関わっておりましたので、天守と本丸御殿が揃った名古屋城をぜひとも見てみたいというような市民の方の熱意に動かされまして、課題を整理してやってまいったところです。天守閣の時が当時6億円かかった再建のうちの2億円を市民の方の寄付で賄ってまいりますので、本丸御殿についても150億のうちの3分の1、50億はなんとか市民の寄付、上財で賄おうと、おかげさまで平成25年の7月に当初の目標でありました50億を突破することができました。全体の工期が10年で、それを3期に分けて工事を進めておりまして、昨年の5月にオープンしたのが第1期の玄関表書院の部分ですね。で、現在はその囲い工事用の覆いを作っておりますが、その中で2期3期の工事を進めております。着工前に比べると3割4割は増加をしております。で、しかもですね、現在日本の城郭の中で第2位、第1位が首里城ですが、第2位が名古屋城ということで、着工前はですね、6番7番のあたりでしたけども、おかげさまで本丸御殿ができてからかなりお客様に来場していただいております。名古屋城を中部圏の歴史、文化、技術、匠の技、そういった部分を全て体感できるような観光の拠点にしていきたいというふうに思っております。